はい、コーパーボリキチです、2月26日日曜日、阪神競馬場では阪急杯行われますので、こちらの見解を言っていきたいと思います。はい、こちら、枠順まで全て確定した上で予想してます。本命はですね、ちょっと7番の修士にしました。まあやはりですね、短距離に戻せば強いだろうと、いうところですね。去年の、北海道シリーズからスプリンターズステークス4着っていうのも立派ですし、前走の阪神カップもですね、まあ快勝と、まあ、やはり専用以下であれば、トップクラスであるということがまあ言えると思います。でまあ開幕週の阪神ということで、まあ京都とか中山ほどですね、完全に前有利っていうふうにはならないかもしれないんですけども、まあ基本は前有利っていうのはまあ明らかですね。でまあこれといって引っ張る馬もいないということを考えた時に、まあ普通に考えたら負けないなっていう相手でもあると、まあしょうがないなと思いますね。で対抗も、まあおそらく2番人気かなと思うんですが、まあロサギガンティアですかね。まあちょっと今回はですね、C 騎手と、いうことなんですけども、まあ、展開考えて、まあ、ある程度前の位置を取りに行くのかなという気がするんですけども、まあ、その乗り方でもですね、関谷記念なんかでもかなり前に行って、まあ、結果も出てますし、この距離がまあ専用がベストというふうに認識してますので、この馬もまあ大きくは崩れないのかなというふうには思うんですね。ただまあ3着かなという気もしなくもないです。で、まあ、3番手ですね、ちょっと人気ないかなと思うんですが、6番のムーンクレスト、この馬を3番手評価、もしくはあの修士をですね、任すとしたらこれという感じにしたいなと思います。まあ、その根拠はですね、やはり専用が得意な馬、というのがまあ一つの、まあ、私の予想の心情でありますので、専用1008っていうのはやはりこうかなりですね、適性あるものの方が有利というふうに考えてます。実際このまま専用の方が戦力よりもいいというふうに思ってますし、前にも行けると。でまあスバンステークスですね、京都の馬場と阪神カップの修士の馬場ですね、京都と阪神の馬場一概には比較できないんですが、スバンステークスの時ですね、1分21秒1というタイムも、この馬自身出してますし、修士がですね、やられるとしたらこれだろうというふうに思います。あとはですね、専用得意な組から、まあ、ブラビッシュも、ちょっとここ3走は振るわない感じなんですけども、まあ、ベストの専用でですね、内枠竹騎手と、まあ、ちょっと見直してみたい要素はいろいろあるかなと。でそれからまあちょっと客室的には厳しいんですが、ヒルノデイバローですね、シルクロードステックスも、見どころありましたし、この馬もですね、専用は守備範囲と、まあ、ただ他と比べると専用の適性ってのはちょっと落ちるかなって気がします。でまあ、穴、本当の穴という意味では8番のミッキーラブソングかなという気がしますね。ちょっとここ最近成績がですね、だいぶ落ちてきてはいるんですけども、まだまだちょっと枯れたという感じのレースぶりではないですし、松坂騎手もですね、なかなかいい騎乗をしているということを考えて、この馬もですね、ある程度の位置から、乗れば面白いのではないかと。いうふうに考えました。まあ、おそらくですね、修士とロサギガンティアが、2頭かなり抜けた人気になるのかなというふうには思いますので、2着に何かちょっと人気のない変なやつが来ればなと、そんな感じの見解です。はい、馬券はですね、なので修士はもう頭固定でいいだろうと、いう感じがしますので、馬と頭固定で5通り印を回した馬に回したい、買いたいなというふうに思います。まあ、もっとですね、冒険したい方は修士2着付けでなんか変なやつを頭固定っていうのもまあありかなというふうに思いますね。ここはまあ一応私的には修士からシンプルに5通りでいきたいなと思います。阪急杯の私の見解は以上となります。